まもなくウィンタースポーツのシーズン。スキー場などがある大津市の琵琶湖バレーでは、災害や事故でロープウェイが緊急停止した場合を想定した訓練が行われました。訓練は大津市北消防署の消防士と琵琶湖バレーの職員合わせておよそ50人が参加し、ロープウェイの故障により客を乗せたゴンドラが地上およそ15メートルの高さで緊急停止したという想定で行われました。停止後はまず体調不良を訴える乗客がいないか職員が声をかけ、地上にいる職員と無線で連絡を取り合い119番に通報します。そしてゴンドラの床にある救助用の穴から救助用バスケットに一人ずつ乗せ、ロープで地上に下ろしていきます。一方、通報を受けて現場に到着した消防隊はゴンドラの中までロープで登り、担架に体調不良の客を乗せて地上へと救出していきました。琵琶湖バレーのゴンドラは定員120人と多くの人を乗せることができ、迅速に大勢の人を避難させるためには初動体制や消防との連携が重要となります。琵琶湖バレーさんが初動でどういうふうに動かれるか、そしてそれと私たちがどういうふうに連携をできるかというところも含めてしっかりと検証はできたと思っております。より円滑な活動ができるようにですね、今後とも続けてまいりたいというふうに思います。続いて新型コロナの感染状況です。滋賀県は今日新たに1494人の感染が確認されたと発表しました。また今日は60代から90歳以上の男女4人の死亡も発表されています。続いて昨日の感染状況です。昨日29日火曜日は1664人の感染が確認されています。滋賀県では前の週の同じ曜日と比べて今日を含め6日連続増えています。また昨日は70代の男性1人の死亡も発表されています。新たなクラスターとしては医療機関で18人など5箇所が確認されています。今日午後4時現在の最大確保病床に対する病床使用率は 66.5%、 重症者は4人で重症者用の病床使用率は 7.7% です。先月、新人同士の一騎打ちの選挙戦を制し、栗東市の新たなリーダーとなった竹村康市長。新市長が考える栗東市の課題、取り組みたい政策とは。栗東市長選挙に初当選し、今月18日、初登庁の日を迎えた竹村康さん、56歳。就任からまだ間もない中で今回、琵琶湖放送の単独インタビューに応じました。これまで3期滋賀県議会議員を務め政治経験もある竹村さんですが、今感じていることは。議員はまあなんやかんやと言いましても、一匹狼的なとこがやっぱりありますけども、やはりこう市長となりますと1000人を超える職員さんの、まあ、ある意味こうリーダーでもありますので、まあ、その辺がやはりこう今までの仕事とは、まあ、全く異質なものやというふうに思ってます。今回選挙戦から竹村さんを取材してきた中で常にと言ってもいいほど出てくるキーワードがあります。栗東市の現状の認識であったり、課題といった部分、市長はどのようにお考えでしょうか。そうですね、かねてから横たわっている課題としては、やはり交流人口が栗東の場合はですね少ないというような、大きな課題がありましたので、ここは改めて職員の皆様とも共有もさせていただきました。交流人口とはその場所に住む定住人口と異なり、観光客など外から訪れる人たちのことを指します。人口減少社会の中で交流人口を増加させることはどの自治体にとっても大きな課題となっています。さらに
歴史的に見ても交通の要衝である本市におきましては、まあ、そういう側面がプラス作用の部分として ありましたし、まあ、ただ一方でその時代の変化とともにやはりこんだけ皆さんがこう車を持つような時代になってきますと、逆に買い物でもどこでも他市あるいは他府県に行けるような状況になりましたので、離島の中でお金がこう流出するといいますか、まあ、循環をしていかないというようなことにもなってこようかと思いますので、まあ、逆に私はその交通の要衝であるから今出ていってる現状もあるんですけど、まあ、そこの部分をできるだけ来てもらおうというようなことにこう振り向けていけるようなことが、まあ大変立党としてはまあ大きなその政策の部分かというふうに思います。その立党に来てもらうために竹村さんが切り札として掲げるのが馬を活用したこの街づくりという部分ですよね。市長、改めてそこのあたりどんな思いがあるのか教えていただけますか。はい、そうですね、まさに今おっしゃっていただいたようにこの馬といいますまたその競馬というイメージというのはもう内外にですねこの立東の街のイメージというのはありますので、やはりそこを全面的に出して、交流人口の増加につなげていくということは、まあ、当然これは必須やというふうに思ってます。まあ、逆に言いますと馬を活用できなければ何を活用するんだというようなことぐらいの私は視点を持っておりますので、やはりここは不退転の決意でですね、具体的な事業としては整備が議論されている立東健康運動公園に引退競走馬を活用した施設ホースパークを作ることを検討しています。また立東独自の教育施策にもなるのではと期待します。まあ、例えば今滋賀県では海の子そして山の子とやってますけども、まあ、例えば馬の子事業というようなことも一つ視点としてはあるかなと思いますし、まあ、立東の子どもは必ず一回は、ね、立東のそこのホースパークで馬に乗ったことがあるんだというようなことなんかは、まあ、立東独自の教育にもなると思いますし、竹村さんはもともと動物好きという一面もあります。芝犬との1時間毎朝散歩をしとるんですが、この時間というのは大変こう私自身リラックスできる時間でもありますし、また家に帰って犬とそういう戯れる時間も大変私にとってはリラックスできる時間だというふうに思ってます。最後に今後市政を担う決意そして立東市民へ向けてのメッセージを聞きました。野村市長が培ってこられました、まあ、財政健全化の道筋を、まあ、しっかりと踏まえながらですね、立東の課題さまざまにありますけれどもしっかりと舵取りをさせていただいて、立東市民の皆様が愛着や誇りの持てる街づくりに自分自身しっかりと邁進をしてまいりたいと思いますので、市政を共に進めていただきますことをお願いを申し上げたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。